秋山様、大野様、この者たちに道を開けるよう命じてくださりませ。その者たちは我らの命は聞かぬ。石堂殿の配下じゃ。我らは無力でござる。では我らの意に反してここに囚われていたということでございますね。拙者が評議の場を設けまする。私は虎長様の家臣で明確な命を受けてまいりました。主君に従うことをお認めいただかねばなりませぬ。マリコ様、道を開けてくださりませ。マリコ殿を傷つけてはならぬ。私たちは戻らねばなりませぬ。されどこの者たちのせいで務めを果たすことがかなわぬのなら、かような不明を背負って生きてはいけませぬ。私は日没に自害いたしまする。木山様、同じキリシタンとして自害が大罪であることをご存知のあなた様に正式に解釈をお願いいたしまする。